波動財閥が世に対抗するために作ったあのロボットのこと。あれを使えば少しは勝負にもなろう。世は生身で十分だ。やるぞ、クロ。何言ってるんだお前。それだけ絶望的な戦力差なのだ。今のナルとキャツとでは。このままではミスミス殺されるだけだ。デモンベインは例の格納庫の中じゃねえか。そんなの乗りたくたって乗れねえよ。昨日のことだというにもう忘れてしまったのか。デモンベインを一瞬で地上に瞬間移動させた例のシステム。あの時すでにシステムを掌握しておいた。あとはこちらから我々のいる座標を送ってやればよい。召喚の理屈と同じだ。いや、だからあんなこと言われても何が何だかわからないっつーの。えい、うるさい。早くデモンベインを呼ぶぞ。マレは黙って言う通りにしていればよい。ああ、もう何が何だか。話はまとまった。これで多少は刺激的な遊戯になると思う。では始めよう。行くぞクロ。今異例の成功を転送する。デモンベインを召喚せよ。またこんな展開かよ。畜生、やってやらー。読んだ。そう、それでよ。これで少しは楽しめそうだ。さあ、やるぞ。なあ、いくらなんでもロボットで人間踏み潰すってのは的にどうよ。まだ寝ぼけたことを言っておるのか。なれはキャツはそういうレベルで語れるような相手では。まず世から行かせてもらおう。え、
撃防御。相手に玩具で遊ぶか。大十字クロー、そしてアルアディフ、キコーラの力はその程度か。この程度だよ、チクショ
興ざめさせてくれたな。やめろ！どうした大十字九郎、驚いたか。
次は当てるぞ。やったか。イナ、まだだ。見事だ。よくぞ世に魔導書を使わせた。紹介しよう。我が魔導書、ナコトシャフォン。洗礼してやれ、エセルドレ。イエス、マイマスター。油肌それで。なぜあのような事態になったのか、順序立てて報告しなさい。
はい。まず虚数展開カタパルトが、その、あの…1時間前、前日に引き続き、虚数展開カタパルトの稼働を確認。デモンベインはシティ51バンクに権限化されました。やはり大十字さんと、あの魔導書の精霊だという少女の仕業なのですか？はい。記録された映像、音声データなどからもそれは証明されています。格納庫の警備は強化しておけと昨日伝えたはずですが、同じ失態を二度続けるなんて。いえ、その、違うんです。格納庫内に大十字さんたちが侵入した形跡はありませんです。どういうことです？別の誰かの仕業だと？いえ、その時は格納庫にもデモンベインのコックピット内にも侵入者はおりませんでした。虚数展開カタパルトは一人でに稼働し、そしてデモンベインは無人のまま転移されました。そんなことが起こり得るのですか？おそらく魔導書が自らの居場所を魔術的に数値化して、デモンベインの起動命令とともにカタパルトへと転送したんでしょうな。魔導書はそれほどの演算処理ができるのですか？まったく、魔導書ってのはほんまごっつい代物ですわ。空間転移の座標を指定する、言うはやすしですけれどもね、実際はどんだけの情報を必要とするか。単に XYZ で座標を指定すればいいだけっちゅうわけやない。無限を1に収束させるんや。分子活動、特に魔力粒子アザトースの状態が大きく絡んでくるし、となるとリアルタイムの情報処理が必要やし、そもそも時間軸への固定の問題もあるし、実質上今の人類の科学と錬金術では虚数展開カタパルトの使用は不可能。ゆえに隠蔽学の深淵、大いなる秘宝、人知を超えた神域の秘、真の魔術を必要とするですね。あのアルアディフはそんな超理論のもとに製造された兵器類を完全に使いこなしています。ですが、あの少女が邪悪な目的のためにデモンベインを使用しないという保証はどこにもありません。それなのにデモンベインはおろか虚数展開カタパルトまでもがあの少女の自由にされてしまっている。これは由々しき事態です。は、しかも今回は敵に敗れたというではありませんか。それでは意味がない。敵の正体は未だ不明、ただし破壊ロボでないことだけは確かです。それらしい反応も市民の報告例もありません。ただ突然空中に巨大な腕が現れてデモンベインを爆破したという情報が。何ですかそれは。そこまではまだ調査中です。司令、もしやブラックロッジの魔術師が動いたのやも。直接大十字さんに聞いた方が早そうですね。車を出しなさい。私が行きます。それと警察の方ですが、すでに手は打っております。警察と国家の介入は退け、今はデモンベインの回収作業に。わかりました、行きましょう。